子供の頃は、テレビを見ると馬鹿になると言われて育った。私の年ぐらいまでそういう雰囲気だったね。あと、おそらく日本で一番テレビの放送局が少ない地域で育った。ゲバゲバとか、イレブン PM。 は見てない、あんまり見てないね。あのー、見たかもしれないけど、あとで、後で放送されたものう。かろうじて見たのが、ひょっくり大田島とか、なんだけどシャバンでもありで、ああいった類なもの、ね、東京に出てきて最後の10年、最後の10年っていうか、昭和の最後の、えー、なんだろうね、5四5年から63年ぐらいまではテレビよく、 その時代が一番テレビを一番よく見てた。特に最後の3、4年は、エキストラとかで結構出てるし、うん、まあ自分の出だしを見て、あ、あれは自分だとか思うんだけど、放送見てないのも結構ある。平成以降は、また仕事の関係であまり見なくなったね。